一橋大学一橋大学大学院経営管理研究科小学部千代田キャンパス一橋大学大学院経営管理研究科は一橋大学に設置される大学院研究科の一つである通称一橋ビジネススクールまた一橋大学小学部は一橋大学に設置される学部の一つである一橋大学大学院経営管理研究科 小学部は一橋大学に設置される大学院研究科及び学部である。日本初の小科大学である官立旧制東京小科大学小学科が1949年に改祖され一橋大学小学部となった。2018年には QS 世界大学ランキングで日本のビジネススクールとして1位にランキングされている。森が 渋沢栄一や松田隆氏らの協力を得て、日本最初期のビジネススクールとして1875年に創立した商法講習所以来の伝統を引き継ぎ、小学の研究教育を行う。経営管理研究科には経営管理専攻と国際企業戦略専攻の2専攻が設置され、MBA プログラムや DBA コースが置かれている。小学部には、 小学科と経営学科が設置され、3年次に選択する制度となっている。また、研究科付属施設としては、一橋大学イノベーション研究センターなどが置かれている。学部定員は275名。2001年よりイノベーションにより高い収益性を実現している。企業に贈られるポーターショーの運営を行っている。一橋ビジネススクールでは、 定型校の MBA 学位も取得できるダブルギグリープログラムを北京大学校科管理学院、ソウル大学校経営大学院、中国人民大学、インド経営大学院、イエール大学経営大学院アドバンストマネジメント、プログラムとの間で行っている。先駆的な経営学研究は、経営学という語を作った上田定次郎により、一橋大学の前身となる。 日本初の国立商業学校である東京高等商業学校時代から始められ、文科の増地用次郎に受け継がれた。増地は第二次世界大戦中東京大空襲で死去したが、文科で企業形態論を引き継いだ山城省や経営財務論を引き継いだ古川栄一、後年の研究を引き継ぎ高い評価を得た毛利重隆などにより、 戦後の経営学研究が担われた。上田門下からは会計学者の大田鉄三も出ている。大田は長年教鞭を取りバンバ海一郎、岩田岩を、飯野敏夫などの後継者を育成した後、公認会計士に転身して、日本初の監査法人である、監査法人、大田鉄三事務所を設立し、初代日本公認会計士協会会長等も務めた。初代学長、 佐野前作文科の高瀬総太郎も、会計学研究のほか、通産大臣を務めるなど政治家、実業家としても活躍した。高瀬文科には、松本正親方の一郎がいる。1980年代に入ると、伊丹隆之、佐久間秋光及び、神戸大学の籠谷忠忠親吉原英樹の共同研究として、日本で初めて日本企業の実証研究が行われ、 以降従前の輸入学問としての経営学からの脱却が図られるようになる。1986年、今井健一により防衛大学校から招聘された野中育次郎やハーバードビジネススクールから招聘された竹内博隆により、ナレッジマネジメントの概念が提唱され、後に広く用いられるようになった。1996年から社会人向け教育が開始され、後に これが経営学修士コースに拡充された。1997年に野中らにより一橋大学イノベーション研究センターが設立された。2000年に大学発祥の地である千代田区一橋に独立研究科の国際企業戦略研究科が開設され、竹内が初代研究課長を務めた。2015年プロ経営者である 西イグサ・タ客員教授による5億円の寄付を受け、西イグサ・タ経営者育成基金を設立。2018年、大学院小学研究科と大学院国際企業、戦略研究科が統合され、大学院経営管理研究科が設立された。ABCDEFGHIJ、遠隔一橋大学 ABCDE、ハブの歴史一橋大学大学院経営管理。 研究家計管理プログラム、一橋ビジネススクールが、QS ランキングで、日本一位になりました。一橋大学大学院経営管理研究機、AB、一橋ビジネススクールとは、一橋ビジネススクール、教職員、学生一橋大学、浅田木森、明治期における、商業教育士の解雇、明治大学小学部創立の歴史的背景明治、 大学史、清麗子号ポーター賞とは、ポーター賞ネットワーク、一橋大学雲、島吉尾、一橋経営学の系譜とその問題点、社団法人、助水会、一橋会計学の系譜、中村忠、社会を支える会計一般社団法人、助水会、小川進、訓古学から、実証研究へ、一橋ビジネスレビュー2013スプリング、伊藤真美。 実践地リーダーシップとアジャイル、スクラム、野中育次郎氏が国内最大のスクラムイベントで講演。エンタープライザジーン、2017年8月24日、閲覧。小学研究科に、さえぐさただし経営者育成基金を設立します。一橋大学ポーター賞とは、ポーター賞、フー,ウィーアあイ一橋大学、ヘルプ概要一橋大学、マネジメントイノベーション研究センター、 一橋大学、ホスピタリティマネジメントコード人材開発センター、一橋大学一橋大学、データデザイン研究センターの設立について2020年1月6日、国立大学法人一橋大学。ありがとうございます。